今、旧監督が勝利監督インタビューの中でもコメントしていましたけども、なんといっても全てはこのダブルスだったんだと。そうですね、1試合目これがあの全てだったんだというような言い方をしていましたけれども、いかがでした？もうあのこのダブルスでの、うん、まあ、この連続得点連続失点、この流れが右行ったり左行ったりっていう中で、はい、やっぱりこう水谷大島の思い切った攻め、やっぱここが最後あの勝利をものにしましたね。あ、そうですね、はい、まあ、特にこの T リーグの中ではこのダブルスに限って言えば木下マイスター東京は5割を切っていただけにね、勝率がね、その点では、まあ、これで勝ったということが大きかったという、まあ、その木下マイスター東京、ね、まあ、TT 埼玉は逆にここまでダブルス10勝5敗とそれで一つの勢いをつけるというところがあったんですが、ちょっと頭で落としたのは痛かったなという感じがしました。そうです ね、さあそして戻ってきた張本と、うん、平野の対戦、まあ、最近いろんな意味でこう注目されている両選手の対決だったんですが、これは渡辺さんいかがでした？ここはやっぱりもう張本の作戦勝ちですね、やっぱり平野もうまくフォアに回そうとして、張本とのバック対決を避けるようなことも考えてたのはもう分かったんですけれどもね、はい、それをまた逆にストレートへ持っていき、自分の得意なバックハンドに行く、やっぱ平野が攻めてこない時には切らないボールをうまく使いながら自分が積極的に攻めるというようなことをうまく使ってましたね。まあ、結果的には平野選手頑張りましたけれども、まあ、結果とすればまあ張本が実力発揮という形になってこれで2対0。そして3番ですね、第3マッチ、これが素晴らしい試合になりましたよね、水谷とチョン・ヨンシク ね、はい、本当にこう戦術もですね、はい、お互いによく考えていて、コース取りなんかも本当にもう僕も家に帰ってからもう一回これ見ようかなと思うぐらいすごい勉強になる試合でした、ただ、はい、でどっちが勝ってもおかしくなかったと思います。あ、そうですね、ただその試合を結局ものにするのが、はい、多分水谷隼なんですね。ははい、やっぱりもう彼のそのやっぱりこう勝利にかける執念ですとか、はい、やっぱりその一本の大事さとか、思い切っていくときにやっぱりやられたパターンをこう繰り返さない、うん、やっぱそれがすごく最後、まあ、逃げ切ったというか勝ち切ったと、いうことにつながったと思いますね。まあ、チョン・ヨンシクも今ので分かるように素晴らしい、ね、はい、ショットを見せていたんですけれども、まあ、しかし、さすが水谷というところで、まあ、結果的にはこの水谷が、4ゲームのうち2ゲームが、ジュースになるようなそういう展開の中で見事に水谷がチョン・ヨンシクを破りました。最後は14対12というスコアで、勝っております。さあそしてこの第4マッチですね、まあさすが世界ランク8位のウォン・チュンティン、完全にあのペースを握られてもう変な言い方ですけどボコボコになって負けるのかと思ったらやっぱりそうはならなかったですね。そうですね、チャンスもあったんですけども、はい、そのなんですかね、それはスコア的なチャンスであって、うん、やっぱり最後の最後までこの変化に不安を持ったまま戦わされてるっていうのが、はい、すごくこうちょっと吹っ切れない部分があったと思うんですよね、モンチューティンが。だからやっぱり何かもうその3ゲーム目だったりとか、まあ、4ゲーム目の、まあ、本当に途中までね、はい、10-6 リードっていうところまで行ってましたから、そうですよね、やっぱりそこら辺でちょっとこう道筋見えてたと思うんですよね、はい、なんとか、ね、ちょっとファイナルゲーム6ホールからスタートということになると、またちょっとね、そう結果はどうなるか分からなかったですから。そうなんですよね、はいはい、まあそういう中でウォン・チュンティン頑張りましたが、まあ、結果的には3対1、でしたかね。で、そうですね、このホウ選手が勝って、で結果的には木下マイスター東京4対0という。